皆さんどうもこんにちは。白熱フットボールタクティクスチャンネルへようこそ。今日は第60回目の配信でございます。ナビゲーターはこんにちはタカです。よろしくお願いします。さて、今日は2022年のルヴァンカップの第一節、柏レイソル対京都サンガの試合を解説していきたいと思います。もともと見る予定はなかったんですけど、見れたので少しお話をしたいと思って動画を作成しています。この試合については、皆さん非常に楽しみにしてたんじゃないですかね。今年加入をしてきたレイソルの若き才能たちがどんな活躍をするのか、どういう選手なんだっていうのを、見れる機会ですので、とても楽しみにしてたと思います。各位私もそうです。ということで副題に書かせていただきました、片鱗を見せた若き才能たちということで中身に入っていきたいと思います。はい、ということで2022年2月の23日ルヴァンカップでの京都サンガ FC との試合、アウェーゲームでございました。結果は皆さんご存知の通り1対1の引き分けでございまして、前半の早い時間に木村選手にゴールを決められ、で後半の早い時間にこちらは若きエースマイエ選手のゴールでドローというような結果でございました。ちょっとシュート数とか支配率ってところに関しては今時点でちょっとデータがなかったので、割愛したいと思います。多分見てた感じ、京都が12、3本でレイソルが5、6本って感じでした。で支配率も京都の方が若干高かったかなっていう感じだったので、どちらかというと京都の方がボールを持ちながら攻めてきた、彼らの方がやりたいサッカーができてたんじゃないかなとは思っています。はい、で、ポイントを3つだけ書かせていただきました。1個目、これはね、もう本当に嬉しいことでございました。マイエ選手のデビュー戦でのプロ初ゴール。フォワードってね、結構こういう持ってるか持ってないかって重要で、このデビュー戦でいきなりゴールを決められるって、ある意味で持ってる部類ですね。非常に楽しみです。まだまだ18歳ですし、物怖じしないフィジカル、姿勢っていうのも試合中たくさん見れました。で、最後、試合終わった後のインタビューでも、結構堂々と話をしていたので、とっても大気な感じがしたという選手でございます。いや楽しみですね。はい、そして2個目、これはねマイエ選手の影に隠れてしまったんですが、この試合でたくさんの若き才能たちがデビューしてました。例えば、この落合選手とか増掛選手とか森選手、この辺は今年レイソルに入ってきて、加入1年目ということで、落合選手は来年加入内定なのでまだ特別指定選手ですよね。この早い段階からちゃんとチームの中に入って、J リーグの舞台でプレーができるというのは非常に大きいです。なので、非常に楽しみな選手たちが出てきたなという印象でございます。で、プラスね、こういった若い選手たちがどんどん出てこれるような環境っていうのは、ある意味でターンオーバーできるぐらいの実力者が揃ってるというふうに見れますので、こういうルヴァンカップでも、スタメン選手を使わずに、こういう普段出れてない選手たちの機会を与えて、チーム状態が落ちないというのは、ある意味でターンオーバーができるような、チーム状態だったな、なのかなとは思っています。これも非常に好印象でございますね。はい。これが2個目でございました。で、3つ目。これはね、ちょっと次のボードでお話をしたいんですけれども、基本、さっきもお話したように、京都の方が、やりたいサッカーができていたと思います。で、京都サンガについては、彼らのサッカーのスタイルでもある、ハイプレスを前線からどんどん仕掛けてくるチームです。で、そこにやっぱり苦戦をしたなというのが、印象です。で、特に前半の前半、で、後半の後半の方については、やっぱり京都のプレッシングにやられていて、レイソルが思うようにサッカーできなかったなという印象です。そういうハイプレスをかけてくるチームってこれからたくさん出てくると思うんですよね。なので、そういうハイプレスをしてくるチームに対する、ポイントになってくる部分は、私がこのウィングバックの位置になってくると思ってます。これは少し次のページでお話をしていきたいと思います。では、行きましょう。はい、ということで、いつも通りの戦術ボードにスタメンを落とし込んでみました。で、左側がホーム京都、右側がアウェイレイソルという感じになってます。で、すいません、正直な話、
京都サポーターの皆さんにとってははって思うかもしれませんが、私このメンバー見た時知ってる選手ほぼいなかったんですよ。なので、まあ今日は勝てるんじゃないかなと思ってしまいました。すいません。ただ結果京都の方がいいサッカーしてましたし、本当にいいチームだなと心から思いました。どん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 選手も前に出てくし、縦につけて落として誰かが追い越していってっていう連動性もありますし、本当に美しいパス回しもいくつかありましたし、いいサッカーしてるなと心から思いました。なので最初のその印象というのは心からお詫びを申し上げたいと思います。すいませんでした。はい。一方レイソルの方は、まあほとんどスタメンが、まあ開幕戦の試合から大きく変わっていました。でまあ今回の目玉は、まあなんといってもマイエ選手のフォワード起用というところですかね。あとまあ新加入どころで言うと、まあ小山津がフォワードの一角に入るというところと、まあ岩下選手がまあ左のウィングバックに入るという感じでした。でまあ京都の目指すところ、まあレイソルへの対策っていうところについては、レイソルがある意味でこのバックラインからのビルドアップっていうのが苦手なチームなので、ボールを前線に送ってここから前からズン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 プレスをかけていくというのが彼らの目指すところだったかなと思っています。なので基本こんな感じでしたね。前からどん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 出ていって、もうこんな感じでもうがっつりはめに行くみたいな感じでした。でちょっと見ていきますと、この3センターバック川口、上島、染谷のところについては、このフォワードの木村選手、田中選手、山田選手という3人の3トップがもうここがっちょりもうがっちょりはめに来ました。でここにいる北爪、そして岩下についても、これはもう相手のもともとサイドバックの選手、ここにいた選手がもう前からズン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 やってきて、これももうがっちょりはめに来たという感じなので、もうここもこんな感じでした。で、まあ、ボランチのこの大谷、ドッジ、豊島については、まあ、ドッジのここのポジションについてはこの井上選手が、まあ、ついていくこともあれば、ボールが入った瞬間、ドッジにボールが入った瞬間にガガガッと出ていくこともありました。なので、まあ、ドッジはまあ比較的、まあ、周りにスペースがあったかなっていう感じでしたけど、まあ、ただこの井上選手がすぐに行けるような感じだったかなと思っています。で、まあ、福岡選手と金子選手はこの大谷、豊島にがっちょりはめに来るという感じだったので、まあ、基本こんな感じです。で、まあ、レイソルも、まあ、ビルドアップが得意なチームではないので、ここから、まあ、がっちょりはめちゃえば、もう佐々木はある意味でもうズドーンって蹴るしかないわけですよ。でそのセカンドボールを長い当たりがピョンと回収して、このボールをまたつないで二次攻撃をしていくというような感じで、また相手ボールにはなったらまたがっちょりはめて、またロングボールがズドーンってきて、これを回収してまた攻撃していくっていう、これがまあ京都が取ってきた対柏対策です。これまあ湘南もそんな感じでしたね、前回の。なので、まあ、レイソルがビルドアップが苦手ですっていうのは、まあ、結構もう周知の事実なわけで、そこに対して前線からプレスをかけてロングボール蹴らせてセカンド回収しちゃいましょうっていう戦略を立ててくるチームってこれからたくさん出てくると思うんですよ。なのでそこに対する対策っていうのはちゃんと考えなきゃいけないかなと思ってます。はい。で、まあ、ビルドアップの時に、まあ、ポイントになってくるウイングバックの位置っていう話をしたと思います。で、後半の、あ、すみません、前半の後半ぐらいからちょっとボール回しが良くなったっていうシーンがあったの覚えてますか？それが大きな変化のポイントでした。で、前半の前半はどんな感じだったかというと、まあ、例えば佐々木がボールを持ちましたと。で、まあ、ちょっと川口が開いて、染谷も開いて、で、まあ、田中がついてきて、山田がついてきて、で、上島が若干開いて、木村がこの佐々木と上島を2人を見るというような感じになってますと。で、前半の前半はこの岩下も北爪も降りてくるんですよ、ここに。こうやってそうすりゃさ、京都からすりゃさ、はめに行きますよね、もうついてきますよね。こんなんだから、まあ、佐々木結局出すとこなくてビョーンってボール蹴って、小山津が競り負けてポトポトとボールが落ちて取られるっていうのが何度も何度もありました。
なので、ここのウイングバックのポジショニングって、このビルズアップの時ってすごい重要なんですよ。例えばね、例えば北爪と岩下が下がらないで前にポジションを取った場合、例えばこの辺に取った場合って、こいつらついてこないじゃないですか。そうすれば、ソメヤがもう少しここに開いて幅を取るとかできるわけですよ。場合によっては、ここにもっとどん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 高い位置取れば、ここに大谷が降りていくとかね。そうしたらついてくるかもしれないし、そうしたらここのスペースが空くわけですよ。ここね。そこに小山瀬が降りていくとか。こういういろんなアクションが取れるわけなんですよ。ただ、もしここで岩下もズン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 下がっていっちゃうと、それは相手がすればハマりますよ。もうここもう自分からハマりにいってるようなもんですよ。こっちもそう。ぐん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 下がっちゃうと、それはもう出すとこないですよね。多分、これ昔から多分日本人のサッカーのよくある感じなんですけど、例えば、ここのソメヤがボールを持って困ってる時、この時って、ここのサイドバックの選手、ないしはサイドハーフの選手って、下がっていって、ここでパスコースを作ってやれっていう風に教わるんです。ただ相手からすれば、これついていくだけなんですって。下がったやつに対してズンズンついていって、ここではめちゃえよ。ここで取っちゃえばいいじゃんっていう風になるだけなんですよ。なので、我慢して高い位置を取ってあげる。っていうのが私は提唱したいんですよね。で、まあ、もし高い位置取ったらパスコースないじゃんっていう方。見てくださいよ。ここの局面。4対3ですよ。これ、木村がここついてりゃ、佐々木と染谷でパス回せるじゃないですか。逆もそうですよ。例えば、こうなってる時って、もうここだけ見れば2対1じゃないですか。ここでパス交換すればいいじゃないですか。ここにパス出して、ついてきたら戻しちゃいいんですもん。こうやってピョーンって。で、またついてきたらまた戻せばいいんですよ。ここ、ボールを。こんだけの話ですって。もう局面だけ見れば、ここ4対3なんですよ。なので、うまくこの4人でボールを回して、ビルドアップをすればいいんですって。まあ、その技術がないんだったら練習してくださいって話なんですけどね。はい。と、まあ、そんな感じでございましたという中で、まあ、レイソルが取ったソリューションというのは、この岩下、北爪に盛んに高い位置を取れっていうふうにネルジュニファンとかずっと言ってました。ただ、まあ、癖なんでしょうね。もう、下がってきちゃうんで、こうやって。もう仕方ねえっつって、4バックにしました。で、北爪が1個前のポジションを取り、川口が開いて、上島と染谷の2センターバックにして、岩下のサイドバック。でも大谷がまあ若干開いて、まあこんな感じの 4-4-2 にしたんですよ。で、岩下と川口が高い位置を取って、染谷と上島がぐっと開いた。で、佐々木との3人でビルドアップをしていくっていう形に変えたので、で、この岩下が高い位置を取ったことによって、山田選手、ないしはこの田中選手というのが川口についていくようになったので、ここの、3人で結構自由にボールを回せ始めたというのがレイソルが取ったソリューションでした。なので前半の後半から若干マシになったのは、システム変更によってここの噛み合わせを悪くしたっていうのが一つあったかなと思います。で、まあそういうふうに川口と、岩下が高い位置取れば、この辺にいるサイドの選手というのはちょっとインサイドのポジションを取るので、この辺で、北爪あたりが、ボールを受けて、結構自由に前を向いて、バババッと持っていくシーンとかも何度かあったかなと思います。はい。というような、こんな感じで、これからレイソルのこの3バックのシステムに対して、もう前からズンズンはめてくるチームたくさんあると思うんですよ。そうなった時に、やっぱポイントになってくるのは、このウィングバック、ないしはサイドバックが、もう我慢して高い位置にいるかどうか。もう下がりゃそんだけドツボにはまるんで。ちゃんと高い位置を取って、ここでボールをパスンと受けて、ガッと来られても、このままずる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 後ろに下がんないようにする技術というのを持ってほしい。ここでキープできれば、こいつがまた寄ってきたら、そしたらこいつがここに入ればいいんだから。で、ここでボールをもらえばいいんだから、こうやって、ペンって。ね。このまま、ボールをもらえないからっつって下がってきたらこいつが追いかけてくるだけなんですよ。ね。そういう、ことを理解した上でこのウィングバックのポジションというのをぜひ見てほしいなと思います。
はい、という感じでございます。はい、てな感じで、またすいません、先ほどのスコアボードに戻ってきました。ちょっと今日はね、あの次節の予想とかはしないので、またここのページで終わろうと思うんですが、まあ、ルヴァンカップとりあえずアウェーで1対1ということで、まあ最低限の結果だったかなと思います。まあまだまだあの過密日程で、来週も早速ルヴァンカップの試合がありますというところで、まあなんとか今シーズンはね、あの無残に敗退せずに、まあ、少しでも這い上がっていって久しぶりのタイトルというのを目指してほしいなというふうに思ってます。はい、というところで、このルヴァンカップでの若き才能たちの活躍というのも楽しみにしながら、 J リーグ開幕の楽しさをね、ひしひしと味わいつつ、また明日からお仕事頑張りますという感じでございます。ちなみに次節リーグ戦のホーム開幕戦マリノス戦、私元気に賛成しますので、その次回は中さんがお話をしたいというふうに思っています。あの高の現地レポートっていうのもぜひお話しますので、ぜひぜひお楽しみにしていてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイ。